夏といえばうなぎ。今日はうなぎ1尾で3人前作れる家計お助けメニュー、うなぎまぶし飯。材料はこちら。ホットプレートで作ります。ご飯に日本食券うなぎのタレを混ぜ、うなぎの皮をパリッと焼きましょう。ご飯と混ぜ、薬味を振って完成。うなぎ1尾で3人前、うなぎまぶし飯。元 NHK のど自慢グランドチャンピオン伊藤義明、チャンネル登録お願いします。